はいどうも皆さんこんにちは、ザッキーのバイチャンネルのザッキーです。神保町からこんにちは。本日はね GSX-S125 のマフラーを変えて初めての動画になるんですかね。無事聞こえておりますでしょうか、マフラーの音。はい、ということで本日はですね、浅草の方にある角屋の東京本店に行こうと思います。というのもですね、昨年角屋で買ったレザーハイスニーカーっていうアイテムがあるんですけども、この前履こうと思ったらジッパーのところがちょっと壊れてしまって、これはやばいなということで、こんな感じでちょっと出しときますね、写真か動画を。でまあとりあえず角屋の方に連絡したら、まあ、商品自体保証っていうのは全部のアイテムにないんですけど、まあ物を見させてもらって、まあ初期不良であるっていう風にお店の人が判断したら、まあ無償で修理させていただきますっていう風に言われまして、ただそのまあ使用に起因するものだったらちょっとまあ有償の修理になってしまうっていう風な感じでした。それでまあとりあえずそのお店に今東京本店の方にアイテムを持ち込みに今向かってるわけでございます。こちらのアイテムの使用頻度なんですけど、昨年、いや今年かな、年明けてたかな、多分年明けてましたね。年明けに買って、それでまあレザーのアイテムなんで、もう春夏の間は全く使わず、で秋も今年は結構暑かったんであんまり使う機会なくて、唯一使ったっていうのが富士山5合目まで登った時ぐらいですかね。なので使用頻度自体はそこまで高くないんですけど、ちょっと壊れてしまってすごい残念な気持ちです。ブーツ履いててバイク乗ってる時に壊れたんじゃなくて、まさか出かけようとしてね、よしじゃあブーツ履いて出かけようかっていう時に、あれジッパー開からんって思ったらもうジッパーが破損してしまってて、ちょっとうわマジかって感じなんですよね。なので僕個人的にはこれはちょっと初期不良なんじゃないかなと思うんですよね。もうガンガン使って半年以内にね、半年とか1年以内に壊れたっていうんだったら分かりますけど、ジッパーの上げ下げをもう何百回みたいな感じでね、上げたり下げたり上げたり下げたり、まあ、ジッパー自体、YKK のやつ使ってるのでそんな質は悪くないと思うんですけど、まあどうなるかはまあ角屋さんのまあ判断次第っていうところですかね。はい、優勝修理になったらちょっといくらかかるのかっていうのはちょっとまだ分かんないんですけど、ファスナー交換なんでそんなにね高くならないとは思うんですけども、まあできることならね、これからもね角屋さんのアイテム買ってね、多分お世話になると思いますし、できればいい感じで進めていけたらいいなと思うんですが、靴自体は全然どこも不自由なく使えますんで、そのファスナーさえ直してくれれば今後もね長い間使えると思うので、まあできればね、できれば無償で修理していきたいという気持ちでございます。とりあえずお店の方着くまでカットします。はい、というわけで角屋本店に着きました。それでは今回の修理の件どうなるのかっていうのをちょっと店員さんに早速確認していきたいと思います。はい、はい、ということで無事修理依頼した靴ですね、角屋さんに渡してくることができました。それでですね、なんとお店に行った時に、なんとたまたま実際にねその僕が履いてた靴をデザインした方がたまたまいらっしゃって、ちょっとそこでいろいろお話聞かせてもらいました。あとやっぱデザイナーだったんでね、すごく細かいところまでこだわり持ってて、ちょっとその人から依頼されて、ちょっとこれやってもらえますか、あれやってもらえますかみたいな感じで、この状態で履けますかとか、なんかファスナーの滑りとか悪くなかったですかとか、なんかまあいろいろ使用アンケートって言ったらすごい大げさなんですけど、まあちょっと和やかな感じで、そんな感じで軽くお話をさせてもらいました。それでこの靴すごい好きで、めっちゃまだ履きたいんですよ、本当に気に入ってるんですよって言ったら、めちゃめちゃ喜んでらっしゃってて、本当にそれ見て自分もちょっと幸せな気持ちになりましたよね。なんか今日持って行ってよかったなと思いましたね。郵送でも大丈夫ですっていう風には連絡来てたんですけど、思わぬ収穫じゃないですけど、ああこんなんて出会いもあるんやなって感じで、ちょっとびっくりしました。
で今後の流れとしましては修理依頼したものを工場の方にもうなんか国内の工場で修理するって言ってました。海外に送ってたらすごくもう今の時期時間がかかってしまうんでということで、どれぐらい日数かかるのか、納期ですね、納期の件とファスナーの初期不良であれば多分無償交換になるとは思うんですが、ちょっとそれもね検討して後でメールしますってことでした。はい、まあなのであとまあ僕にできることは連絡を待つのみってことですね。それじゃあ最後まで動画の方ご視聴いただきありがとうございました。引き続きバイク関連の動画どんどん上げていきますんで、チャンネル登録まだの方はぜひよろしくお願いします。あとこの動画がいいねと思ったら高評価の方ポチッとよろしくお願いします。はい、じゃあそれじゃあ次の動画でまたお会いしましょう。お疲れ様でした。